皆さんこんにちは。俳優の石橋蓮司さんは1950年代から現在に至るまで第一線で活躍し続けています。名バイプレイヤーであり、どう見ても悪役が似合う小輪表。しかし演技の振り幅が広く、長い俳優活動を続ける石橋蓮司さん。今回はあまり語られることのない石橋蓮司さんの私生活を中心に深掘りしていきたいと思います。石橋蓮司さんは1941年8月9日生まれ、東京都品川区の出身です。石橋蓮司さんは中学時代の1954年から劇団若草に所属し、翌年の映画風呂滝大賞でいきなりの主演デビューを果たしています。日本大学芸術学部映画学科を中退し、劇団聖杯を経て、あの蜷川幸雄さんや蟹江敬三さんら演劇界の伝説的人物らと共に舞台人として活躍してきました。その傍らで多くのドラマ映画作品にも出演し、古畑康夫さんや三池崇史さんをはじめとする大物監督らからのオファーが鳴り止むことはありません。今は亡き名優原田芳雄さんも、俺の知っている中で最高の役者と賛辞を送ったほどです。トーク番組やバラエティ番組にはほぼ出演しない姿勢にも、役者一本道のダンディズムを感じさせられます。日本の演劇界、映像界に深く広く根を張った俳優石橋蓮司さんには、もはや声を聞くだけでその重厚な存在感を叩きつけられた気分になります。2016年10月15日公開の映画彼岸島デラックスでは、石橋蓮司さんが声のみの出演をしたことで話題となりました。一方、緑真子さんについても見ていきましょう。日本人離れした美貌と大胆なヌードで人々を魅了した緑真子さん。緑真子さんは1944年3月26日生まれ、宮崎県固有郡高鍋町の出身です。美しい姿態と甘い声で強烈な存在感を放っていた緑真子さん。1970年代において同じく小悪魔的女優だった加賀まりこさんと共に人気を博しました。2023年現在は表立った活動をしていないものの、芸能事務所オフィスロータスに所属する現役の俳優です。最近では2012年の NHK ドラマキルトの家や、2016年の大阪 ABC 設立記念スペシャルドラマ氷の鉄に出演しました。高齢ということもあり、新型コロナウイルスが流行し始めた2020年以降は活動をセーブし、体調管理を優先させているのでしょう。引退を表明していないことから、いずれ折を見て映画やドラマに出演しようと考えているのかもしれません。バラエティ番組にほとんど出演しないこともあって、私生活が謎めいている俳優の一人です。石橋蓮司さんの娘さんは女優と噂されていますが、本当なのでしょうか。奥様の緑真子さんをはじめ、2023年現在も続いている独特の夫婦関係について迫っていきたいと思います。個性派俳優として異彩を放つ傍ら、ナレーションなど声の仕事や演出家としても知られる石橋蓮司さん。俳優で奥様の緑真子さんとの間には一人娘が誕生しています。名前はアレイさんといい、すでに結婚して子供もいるとのことです。アレイという名前は石橋夫妻が愛読する高橋和美さんの小説蛇集門の登場人物にちなんだものです。実はアレイさんが誕生した時、2人はまだ入籍していませんでした。未婚の母というものがあるなら未婚の父があってもいいじゃないという緑真子さんの提案で、石橋アレイという名前で出生届を出しました。しかし当時は未婚の父への理解が得られず受理されなかったといいます。そのため緑真子さんの本姓である小島姓で届けたそうです。親子の戸籍が一つになったのは娘さんが小学校に入学した時でした。小学校の担任から入籍を勧められたのを機に、まあそれでもいいかと両親が納得し婚姻が成立しました。これが1979年のことですから、アレイさんは1970年代初頭の生まれだと思われます。石橋蓮司の娘は女優であるという噂についてはいろいろ調べてみました。しかし情報がアレイという名前と子供を持つ既婚者であること以外は出ていないところを見ると、芸能関係者ではなさそうです。どうやら
中庭俳優の石橋静香さんと勘違いしている人がいるようですが、石橋静香さんの父親は石橋亮さんであり、石橋蓮司さんではありません。石橋蓮司さんが緑真子さんと出会ったのは1965年の映画カモテの共演でした。梅宮辰夫さん主演による夜の青春シリーズの一作です。その後も飛行少女陽子、男なんて何さなどでの共演が重なって交際に発展したようです。この頃のお互いの立場は、石橋蓮司さんが劇団を旗揚げしたばかりの無名役者、緑真子さんは小悪魔的な容姿と倦怠的な雰囲気で熱狂的なファンを獲得していた人気俳優でした。いわば高嶺の花である相手に対して、石橋蓮司さんはお前さーなどと砕けた調子で話しかけて懐に入ることに成功したようです。かなりの格差があったと当時を振り返っています。後年スター俳優だった緑真子さんが自分のような小物と付き合ってくれるとは思わなかったと明かしています。緑真子さんが飾らない人柄だったこともフィーリングがあったのでしょう。二人の関係が報じられた際も緑真子さんのスクープ記事として報道されたそうです。それに対して緑真子さんは、彼は進撃の俳優と堂々と交際を認める発言をしたといいます。石橋蓮司さんが緑真子さんのマンションに移り住んで同居生活が始まったのは、あらかじめ失われた恋人たちよで共演した頃からだとしています。1976年には2人で劇団第7病棟を旗揚げしました。石橋蓮司さんは同劇団の舞台で多くの演出を手掛けることになります。2023年に82歳を迎える石橋蓮司さんですが、テレビドラマや映画には精力的に出演しています。とりわけ18年ぶりの長編映画主演となった2020年のコメディ映画一度も売ってませんは、主演級の俳優陣が勢ぞろいしたことでも話題を呼びました。2021年も大米騒動、妖怪大戦争など立て続けに出演した映画が公開されました。未だ俳優業の勢いは衰え知らずの石橋蓮司さんですが、プライベートでは大きな変化があったようです。2023年現在、緑真子さんとの婚姻関係は継続中なのですが、実は夫妻が同居していたのは1980年代半ばまでだといいます。ということは一緒に暮らした期間はそれほど長くはなく、30年以上も別居婚が続いているということになります。一緒にいると喧嘩してしまうというのが別居の理由だそうですが、一緒に仕事をしたり競馬に行ったりするのは以前と変わらずの関係性だといいます。ご本人たちによると、別に問題があったわけではなく、妻は同志のような存在なので離婚の意思はないとのことです。世の中には別居する方がうまくいく夫婦もいるといいますが、石橋蓮司、緑真子夫妻が独自の結婚観を持っているのは入籍の一件を見ても明らかでしょう。二人の場合、一般的な結婚観を超越しているのだろうと思いたいところなのですが、そんな中石橋蓮司さんの不倫疑惑が報じられてしまいました。反同性生活を送っているという30代の美女については、身の回りの世話をしてもらっているだけだと男女の仲を否定した石橋蓮司さん、いくら当事者がやましいことはないと言ったところで、世間がそれを信じるかどうかは別問題です。もちろん真相は闇の中ですが、緑真子さんがこれを公認しているのだとすれば、その程度で壊れる同志の絆でないことは確かです。ここで緩和9代石橋蓮司さんには韓国人ではないかという噂があります。そこで石橋蓮司さんの出生について調べてみましたが、東京生まれ東京育ちであることが分かりました。両親は一般人のため建具職人だったお父さんとお母さんが離婚しているという情報しかありませんでしたが、どちらも日本人のようです。そのため石橋蓮司さんは韓国人ではありません。いかがだったでしょうか。今回は石橋蓮司さんの私生活を中心に深掘りしてきました。まだセリフは覚えられますからと、80代になっても役者業に貪欲な姿勢を見せている石橋蓮司さん。石橋蓮司さんは悪役からコミカルな役柄まで幅広く演じる役者であり、脇役だけではなく主演を務めることもあります。ベテラン俳優としてまだまだファンを楽しませてくれそうですが、その一方で緑真子さんとの夫婦関係にも注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、
高評価をお願いします。